出しとは、古く江戸の山王祭、神田祭りを中心とした祭礼において、引き回されていた出しのこと。またその様式をもとにして作られた出しのことも言う。京都祇園祭りの傘鉾。傘の周りに幕を垂らし、傘の上には鳥やみ手蔵などの作り物を建てる。江戸の山王祭においても麹町がかつてこの傘鉾を出しており、江戸型出しの源流の一つと言えるものである。 足の乱章は大城祭で用いられた締山であるが、この締山をもとにした作り物に車をつけ祭礼の時に用いたのが京都の祇園祭りであったと言われる。その後祇園祭りにおいて祭りの露地の魔よけとして持ち出されていた矛が巨大化し、四輪の車をつけて移動させるようにしたのが現在見られる祇園祭りの矛であり、締山は山となっている。一方、 徳川家康が関東に江戸幕府を開き、江戸府内の町や寺社が発展してゆく中で、山郎権元は家康以来の徳川家の守り神として、また、神田明神は江戸の総鎮守とされ、その祭礼の行列は将軍の上乱を受け天下祭と呼ばれるに至った。渡御する御輿には各、宇治小町より出し練り物が付き添ったが、初期の頃の江戸の出し練り物は、 京都の祇園祭りの影響を色濃く受けていたと見られる。山王権現の氏子である麹町は、山王祭に明治に至るまで笠鉾を出していたが、この笠鉾は京都の祇園祭りに古くからあり、その影響の名残であるという。やがて、それらの出しの中から吹き貫型出し、万ド型出し、鉾大系出しと呼ばれる、江戸独自のものが現れる。麹町一丁目山王祭練り込み、 名所江戸百景より、工事町一丁目近くの半蔵門から、江戸城内に入ろうとする出車と、それに付き添う長役人や、飛びの者などを描く。画面ほぼ中央、遠のいて、見えるのは二番乱天魔城の、ヘイザルの吹き管の出車。画面左側に見切れて描かれるのは一番、大天魔城の、伊佐つずみ取りの吹き管の出車である。一本柱の上に人形とそれが立つ台を上げ、 その下に、紺色の吹き缶をつけた出汁の形がわかる。順番としては、大伝馬町の方が、先のはずであるが、山農祭では、猿の出汁を先にしたと言われており、それを表したものと見られる。吹き缶というのは、竹刀を曲げて、弓のような形にしたものに、曲げた部分に長い布を旗のようにつけ、竿の先につけたもので、要するに、旗の一種である。これは、 本来武家の馬印などに使われ、それを最例の練り物の一つにしたものであるが、この吹き缶は最初人が手に持って練り歩いたのを、時代が下るにつれて大型化し、人の手を離れて二輪の台車に立てて据え付け、牛に引かせるようにした。これが吹き缶型正しである。外観は、車の上に一本の柱が立ち、その柱の上の方に大きな吹き缶をつけ、柱の先端には、 人形王等のの飾り物を置いたものこの形式の出汁は後に江戸で用いられることはほとんどなくなってしまったが、江戸で古くからある町と言われる大田馬町と南天馬町は明治に至るも同じ内容の吹き缶型の出汁を三郎祭と神田祭りの双方に出していた。一番大田馬町の伊佐尾づ取りの吹き缶の出汁と二番南天馬町の平ザルの吹き缶の出汁がそれである。 これらは柱の先端に太鼓の上に乗って羽を広げた鳥、またエボシカリギヌ姿のみてぐらを持った猿が飾られるというものであった。なおこれら二つの町は、三能、神田のいずれの祭礼においても出し行列の先頭を行くことが決まりとなっていた。また両祭礼に出す吹き缶の出汁は全く同じものというわけではなく、大電魔町の伊佐をつづみ取りの吹き缶の出汁は、 三能祭では、茶色の羽の鳥、神田祭では白い羽の鳥にしたものを出し、南天馬町の平ザルの吹き缶の出しにおいても、三能祭での猿は、銀の烏帽子をかぶって、銀紙の御手蔵を持ったが、神田祭では、金の烏帽子で、金紙の御手蔵を持ったという。これは、完成頃に現れた出しと言われ、二輪の車の上に、立てられた柱に、下から布を垂らした傘。 その上にマンドと称する箱型のもの、その上に石台と呼ばれる岩を模した円盤状の張り子、さらにその上に人形や造花等を飾るというもの。造花を飾ることが多かったので花山社とも呼ばれた。マンドというのは大三上楽で使われたもので、棒の先に百万度と書かれた箱をつけさらにその先には見て倉がついており、これでお祓いを受けると寺社に百万度を参りしたことに、 なったというものである。そのマンドを大きくし重量を持たせ様々な飾りをつけて手に持った手持ちマンドというものが最初に現れた。これを当時の町の力自慢の若者たちが一人で持って祭礼で練り歩いたという。ところがこの手持ちマンドは風紀上問題ありとして幕府より禁じられてしまう。ならば数と以上で持つならいいだろうとマンドの柱の下に台と担ぎ棒をつけ、 三越のように担いで練り歩いた担ぎマンドというものが現れたが間もなく担ぐのをやめマンドを二輪の台車の上に乗せやはり牛で引かせるようにしたこれがマンドがただしの起こりであるただしこの出しは古くはマンドの下にある傘の方が注目されて傘この出しと呼ばれていたようであるまたマンドから上の飾りだけで傘のついていない出しもあった 静岡県掛川市の園州横須賀山、熊野神社大祭で引き回される、ねじめ里と呼ばれる出汁は、このマンド型出しとほぼ同一の形態である。秩父夜祭りに引き出される笠こは、マンド型出しを発展させたものである。栃木焼き祭りの矛大形出汁。頂上に人形を置き、周囲を幕で飾る。彫刻なども、美麗のものである。見られるように前方に、 林方が乗り、出汁を引き回しながらかぐら林を奏でる。これは、江戸型出しと呼ばれるものの中では最も知られ、現在も関東各地の祭礼で見ることのできるもので、ある。ホコダというのは、柱の先に正方形の台を乗せ、その台の四辺にぐるりと幕を垂らし、柱が幕に隠されて、布でできた四角い箱のように見えるもので、このホコダを二輪の台車に乗せ、台の上には、 人形等を飾った。三能祭、神田祭では、新仰祭の進路に、江戸各所にある江戸城の城門を潜らなければならなかったが、出しは城門の扉よりも高かった。上に上げた吹き缶がだし、マンドがだしは、いろいろの飾りをつけた柱を斜め後ろに倒す仕掛けを作って低くし、城門を潜ったが、保大系出しの場合は、 本来、穂古台の中心を貫いていた柱を取り去り、代わりに、入れ子式に作った、立方体の大きな木枠を綱やか飛車を使った仕掛けで、持って上下にスライドさせて、門を潜った。木枠の周りにはビレの幕を張り、その中心には、人形を塔の飾りを据え、共に上下させるようにした。すなわちその外観は、台車の上に二つの箱を重ね、 さらにその上に人形を置いた塔のような形に見える。江戸型出しについては他にも種類があったが、明治に至るまで、山王祭と神田祭で引き回されていたのは、以上の3種類である。保古代系出しは、東京以外の関東各地の祭礼に伝播し、現在では、川越祭りなどで引き出されている。ただし江戸型出しは本来牛に引かせる二輪の台車の構造であるが、 現在では牛を用意して使うことが困難なことから、その多くが人の手で引く四輪の台車となっている。江戸時代においては、山王祭、神田祭で盛んに引き回され、祭りの花とも言われた江戸型出しであったが、明治以降各国の運命をたどることになる。そもそも、出しを引き回すことは、多額の費用がかかり、出しだけ作ればよいというものではない。 江戸では出汁を引くのは牛と決まっており、その牛を雇うのに費用がいる。また、出汁を組み立ててその出汁を置く出汁小屋を建て、引き回す時には、その警護にも当たる飛び職への手間賃、さらに他に、出汁練り物に付き従う町役人等の衣服なども用意しなければならない。また、出汁が傷んだら修理もせねばならず、全体に痛みが激しい場合はすべて作り直しということにもなるが、 火事によって、出汁を失うこともたびたびあった。当時、保護だけの出汁一本作るのにおよそ400両から500両ほどの費用がかかったという。そして、夫妻という出汁以外の練り物もあり、祭礼には、出汁練り物以外にも出費がある。これら全てを、各町の中で賄わければならなかった。江戸では、三役といって、町役人が常に頭を悩ませる問題が三つあり、一つは、 水道の維持管理、二つには火事、そして三つにはこの祭礼の費用を捻出することであった。幕末から明治となり、江戸が東京に変わって、人々の暮らしが落ち着きを取り戻すと、山のうさいと、神田祭りも、江戸の昔に変わらぬ賑わいを見せていたかに思われたが、東京の各市街に電線の敷設が行われるようになると、 それよりも背の高い江戸型出汁は電線に阻まれて道を通りづらくなった。これにより各町では次第に出汁の栄光を取りやめ、出汁の人形だけを各町のお新書書に飾るようになっていった。しかし電線などの問題もあったことは間違いないが、それよりも上で述べたような出汁をめぐる少なからぬ諸費用について書く。 うじこ町が頭を悩ませ、持て余したことの方が大きかったのではないかと言われる。それでも何かの祝典のりなどにはいくつかの出汁が引き出されることもあったが、監督、ありがとうございます。